こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響です。バドワイザーですね。はい、枚数結構出しますよ。でも比較的お求めやすいバドワイザーですので、楽しんでいただけるかと思います。今までご紹介し、YouTube でご紹介したバドワイザーとちょっと違うっていうか、あんまりこう動物っていうかね、入ってません。爬虫類苦手だった方、朗報です。まあいいんですけどね。あれがまあね、ちょっとリアルなちょっとね、荒く書いてるのが特徴でもあるっちゃある。いいんだけども、どちらかかっこいい T シャツ出しです。ということで最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。はい、ビリヤードですね、はい、ポップアップで僕の想像をはるかに超えて人気のあったビリヤードモチーフです。結構ダークトーンっていうかね、黒ボディなんですけど、これバドワイザーの文字もちょっと暗めだったり、渋かっこいい T シャツです。8ボールもね、ちゃんと書いてますからね。まあビリヤードってやっぱかっこいい雰囲気っていうかイメージがあるじゃないですか。まあおしゃれない？いや、ありますよ。俺だけやりたことありますよ。下手やけど俺僕も全然かっこよくできへんけど、スマスマのキムタクかっこよかったやん。まあそうですね、見ていった人多いじゃないかなということで、どっちかというと今回男臭いデザインが多いんですけども、ぜひともバドワイザービリヤードサイズ感すべていいです。よろしくお願いします。はい、これね BWP、 まあプロレスのね、例のあれのパロディです。バックプリントかっこいいんだな。これ後ろいいですね。なんかこれフロントに入っちゃうとちょっとあれかなと思いますけど、後ろのワールドパーティー以前販売させていただいたプロレス、カメレオンとカエルがレスリングしてるやつでもこのロゴが使われてました。だからまあ当時デザインしてた人間たちはごっつえパロディー思いついたと思って、でもこのかっこいいんですよ。まあプロレスティーっていうとね、ちょっとね日本だとね正直他の国では人気あるんですけど、僕たちも一時期プロレスティー押しましたが、あれなく押せなかった。そうですね。やっぱ馴染みがないかな。基本的にも仕入れはしておりません。そうですね。がこれならいいでしょうという一着でございます。非常にかっこいい。お願いいたします。まさかの F1 なんですな。これ結構色が抜けてるんで、ちょっと画面越しは分かりにくいかも。タイヤのとこだけ残ってるっていうこのフェード相まって素晴らしい。サコハーボライドバドワイザーバドワイザーほぼ丸ボロやんけってデザインなんですけど、あ、まあ確かにあとパッと見ね、その F1 でも分からない分かんないですね。シングルステッチのシングルステッチでしっかり90年代のボディサイズ感も大きすぎずで、このデザインはジャストで着てもらったらかっこいいんじゃないですかね。大きめに着すぎるとなんか稲田くなりすぎると思うんで、全体のこのフェード感とこのブラックの F1 のはあんま分かんないと思いますが、赤のパキッとした感じでね、かっこいいと思います。お願いします。ビリヤードです。で、僕デザインはこれ、褒めるとこしかないっていうか、いいんですけども、サイズ感が完璧ですね。お兄た L、素晴らしい。最高のボックスシルエット、着丈長すぎずで身幅がしっかりあるシングルステッチのシングルステッチでプリントの割れもほぼございません。バドワイザーの赤の発色も非常に綺麗で、これもねいいなと思うところがね、普通だったらこのボールにバドワイザーって書いちゃいたいところですよね。あ、書いてないんですね。名前わからないけどガシャンって合わせるやつね。そこにバドワイザーって書くあたりが僕しゃれてるなと思うんです。打つ前ね、お願いいたします。ド直球バドキングオブビアコピーライトがごめんなさいありますよ。1993シングルステッチのシングルステッチ、お値段はまあかなり控えめでございます。93年で、まあこれはね似合わない人もいないだろうし、バドワイザーのロゴっていうんですかがドーンって入ってるのも有名ですけど、それより着やすいと。よくねなぜかラップティーとかにねよく使われるボディが使われてたりとか、ただまあオフィシャルです。ガシッとしたボディなので、その白 T シャツの薄くて透けるんじゃないかとか、そういうの気にされてる方は大丈夫です。背中にお絵描きがある方も大丈夫です。で、丸ボロほどバドワイザーってボディの統率が取れてないっていうか、ほんとバラバラなんで、サイズ感だけでなくて生地感とかもやっぱりええやんっていうのもあれば、その分あかんやんっていうのもある中、まあ今回っていうかね全体的にいいものしか僕ら選んでませんので、この赤の発色も今後さらにちょっと薄くなってきてよりヴィンテージなので、93なんでねヴィンテージですけど、この感じをお楽しみいただける感度の高いお方お願いいたします。当時ハロウィンに出たのかな、バドライト、3本並んでてコウモリがあって、コピーライトがこちら1999です。あ、じゃあバドの中では今まで出してきた中だとちょっと後発っていうか遅めになるのかな。でクモの巣と、コウモリと、これ月かな、そんなデザインちょっとかっこいい感じですね。まあこれもダークトーンですね。だから、今まで出してきたのとはちょっと毛色が違う。はい、なかなか良いと思います。お値段はまあまあそこそこしますが、これは比較的珍しいデザインです、ですのでデザインで買っていただける方にお願いしたいかな。僕はちなみに初見ですこれ。珍しい。まあ厳密に言うと動物っていうか生き物なんだけどねでもグレートランドとしては非常に推してきたアリです。アリです。バドワイザーのアリと瓶のね、この時代はねビールにね糖質オフなんていうね、そんなナンパな考えないですからね。ナンパな考え、そらアリですよ。ありだぜ。いや、いいじゃないですか。はい。まあちょっと構図がね珍しいかもしれない。拡大した画像を貼っていていただけると嬉しいんですけども、アリが頑張って運んでます。まあ白ボディ特有のねちょっとぼやぼやっとプリントがなってくる感じとかも。以前の動画でも言いましたけど、90年代っていうのはそういう動物だったり虫だったりだとかっていうのをテレビコマーシャルに出すのがスマッシュヒットしたらしく、まあコカコーラでいう白クマとかね、それこそバドワイザーでいうカエルとか部分でまあアリです。バドワイザー結構アリ多いんですよ。多いですよね。でこのねアリってね、それやっぱアリやん。でもねこの見ていただきたいのはね、こっちリーダーがおるわけですよ前に。こいつ運んでないわけですね。やってないですね。何やで2番目のやつも運んでないわけですよ。2番目のやつが一番楽してるかもしれないですね。そう。こういう小粋な感じね、が拡大しててね、その感じが僕は素敵やなと思います。ここにもちゃんとストーリーがねそういうような感じが入ってますので。いいじゃない。お願いいたします。はい、使い古されたウエスタンブーツにフォークギターで、どっちかというとボディのカラーとこのプリントのカラーの合い方が素晴らしいなと思っちゃうでございます。まあ茶色っぽいっていうんですか、なんていうんやろ、色調が全部一緒なんで、このボディカラーの T シャツっていうのはヴィンテージ T シャツだと非常に少ないんですよね。僕も2着くらい持ってるのかな、こっち系の色。ステッチの色もちゃんとねボディに合っててね、1996です。これはまあどうかな、本当にボディの色で買っていただきたいかな。まあ合わせとしても、まあちょっと前に僕やってましたけど、こっち系のあったかみのある秋カラーみたいな色味でその統一させてもらうときに、まあ白のロンティの中に着ていただいて、グレートランドのベージュのねセットパンツとか履いていただくとか、意外と合わせやすい一着なので、カラーティーはカラーティーでも難易度の低い方のカラーティーです。だからカラーティー初挑戦されたい方はぜひともおすすめでございます。はい、次です。バドワイザーの瓶が突き抜けてる感じで、突き抜けてますね。突き抜けてます。かっこいいこれ。プリントも大判で、これ後ろから着てるの。ライセンスオーツって書いてて、でもジャージーズなんだボディ。あ、ジャージーズ。はい。コピーレート2発ありますね。1993。はい。バドワイザーコピーライト多いですよね。多い。権利関係が多分いっぱいあるんでしょう。ちょっとこうレトロ調に書かれた瓶がインパクト抜群で、なんかねこのプリントのバランスがいいなと思いますね。大判なんだけどやらしすぎないっていうか。ところどころねプリントがかすれてる、ここの辺とかは結構かすれてるんですけど、それもまあいい感じですね。でちょっとボディのフェードが効いてきたぐらいの感じなので、非常によろしいんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ビリヤードです。今度はかなり引きで、文字が今回青に変わってますな。珍しいと思いますよ。はい。ちょっと打つところのこのこっちから見る目線っていう。やっぱりでもちょっと黒のシャドウっていうかね、ぼやっとこのボディとプリントの部分の境目をぼかしてるあたりがかっこいいんじゃないかなと。ですね。これがそうですね。バツッと切れちゃってると、ちょっとどうしてもこの雰囲気は出なくて、それが全てかもしれないですね。このビリヤード系に関しては。お願いいたします。2枚ご用意してましたが、1枚は無事ポップアップ中に旅立ちました。お買い上げありがとうございました。ローリングストーンズ×バドワイザーです。はい、これはもうサイズ感もいうことないんじゃないですか。缶丈ボックス肩幅しっかりある、でまあアートライクなねデザインで、一見バドワイザーともストーンズは分かるか、だけどメンバーの顔と丸ボちゃうわ、ローリングストーンズのねリップ&タンだったり、しかも左下のここ右下か向かってストーンズのブードゥーとバドワイザーが一緒のところにポンと入ってるっていうね、アタックチャンスですよ。これアタックチャンス、スニーカー抑えろって感じで、これはねなんか今の流行りっていうんですか、 T シャツのこういうのがいけてるよねっていうので、こう値段が高くなってきてる要素っていうのがすごい入ってるなって。アート、ストーンズ、バドワイザー、アート、バンド、企業全部載せです。全部載せ間違いないです。はい、お願いいたします。はい、でも後ろが可愛いよ。フロントはカエルで、まあ前も可愛いよ。このやれ考えいいですね。プリント薄くなってて、なんか全体的にええ感じになってますね。そうでネイビーが退色してるので、本当に僕たちが推してるカラーティーの本当にいい食べ時です。だからまあご自身でねガンガンコンディションのいいものを着込んでいただいて、ご自身色に染めていただくのもいいんだけど、それはなかなかその生活ね集合スーツだったりお仕事着っていう方も多いでしょうし、最初からこのテイストを味わいたいって方には非常にいいんじゃないかなと思うと、ボディがソフティーっていうのも非常にポイントが高いですな。だからこその素晴らしい色落ちですね。それこそバンティーでもジャイアントとソフティーやったらソフティーが高いんですよ、基本的には。ということで非常におすすめ案件でございます。もう着いたその日から完全な仕上がりをお楽しみください。はい、これはね何なんですかね。ポニーですか。ポニーかな、足ですね。ただこれは後ろの方が僕は好きです。ああいいですね、かっこいい。いいですね。しかもボディがワイルドオーツっていうのがめちゃめちゃポイント高いですね。これがバンティーやったら倍したでしょ。同じこと言おうと思うんですが、これ引きで見ちゃうとバドワイザーちっちゃいんで一瞬わかんないですよね。特に後ろなんてね、本当なんかバンティー寄りのデザインかも。ワイルドオーツのサイズがこの方の落ち方 XL ですか。いや L です。 L か、結構でかいです。いい L ですね。はい。でまあ前も後ろもそのプリントのやれ感っていうのも今後経年変化で楽しんでいただけるし、下のメッセージプリントもいけてるし、言うことないです。ここの黒も全部抜きです。シングルステッチのシングルステッチ、本当に A ボディです。絶対気に入ってもらえると思います。これお願いいたします。ギターですね。袖振りあり、エクセルですね。グレートテイストインミュージック、まあ、結構ねこれねご試着される方多かったんだけど、はいはい、ポップアップ中いいじゃないですかってことで、そうやったそうやった。なぜか動かなかった、なんかね結構ね手に取る人多かったんですよね。やっぱり最初は皆様カエルとか、まあね、カメレオンとか、まあいろいろ悩むんだけど、ちょっとこう後回しになっちゃったかなっていう T シャツですね。なのでもしかすると「ポップアップの時悩まれてた方が買われるんじゃないかとも思ってますし、非常に球数の少ないバドワイザーのデザインです。お願いします。サイズ感もいい感じ、肩の落ち方もいい感じです。クリーンブレイクパッソーンって一発目のやつだね。いきましたね。そうですね。ビアードです。ビアード、これもだからぼかしですよ。真ん中らへんがねかっこいいよね。これいいですね。めっちゃかっこいいと思う。でブルーの基調になってるところもね、ブルーパープル非常に良い。これに関してはね特にバドワイザーとこの他の文字以外ビリヤードのためにも当然書いてないし、いいですな。1999だ99年に結構ビリヤードをよくデザイン出したんでしょうね。もしかしたらその動物とかの一旦流れがこうまあねほぼ2000ですから99。まあまあそうですね。ただボディはしっかりいいボディ使ってます。はい、セットマンバイヘイズ。あ、いいですね。素晴らしい。エクセル。はい、エクセル。最高です。ボーリング、これもぼかしなんですよね。素晴らしいですね。この後ボーリングの球を黒で表現するあたりがね。これ素晴らしいですね。もっとなんか色使っちゃいたいようなもんですけど。サイズ L。フルーツの XL。XL ないんだ。ちょっと縮んでんじゃないですか。シングルステッチの A 退色してます。適度に生地に厚みもあり。これなんか黒のスリムなパンツとかそれこそノーマンの黒とかでかっこよく上下黒で着てほしいなって思う一着ですな。いいですね。赤がほぼ使われてないっていうのも逆にポイント高いなと。バドライトって部分のところ、縁の部分だとか、だからピンのこのホワイトと赤のバランスと合わせてんだよな。おそらく。しっかり厚みのあるプリントで。最終的になぜか例のところに目がいくっていう。まあこの構図とかも非常に素晴らしいですね。よろしいです。終わりました。あ、お前最初のやつや。はい。ということで動物系とはちょっと離れたバドワイザーの比較的球数の少ない T シャツをご紹介させていただきました。好みが分かれる動物系より結構皆様おかっこええやんありやと思っていただけたのかなと思っております。お値段も比較的動物系のモチーフよりかは控えめです。なので楽しく選んでいただけるのかなとも思いますので、ぜひとも概要欄から見てみてください。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能。夜9時から書き概要欄オンラインストアの URL クリックでお買い求めいただけます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とグレートランド響でした。バイバイ。